本城睦夫は日本の小説家である北海道石狩郡東別町出身北海道に移住した元佐賀藩士本城一郷の睦夫として生まれる家業は農業と雑貨省で8歳の時に渚勝村に移住同地の尋常高等小学校卒業後代用教員を務める兄を頼ってカラフトで1年生活した後上京して 青山市半学校に編入する。小学校の教師として、東京の名門、茂行小学校に勤務していたが、進行教育運動に参加し、下町の学校に自ら望んで転任する。そこでの経験は後に、白い壁という作品として結実した。その後、1930年の教員組合事件で、明治小学校を免職されたのを機に学校を辞めて、 創作に集中しようとして、日本プロレタリア作家同盟に加入し、東京支部の組織化に力を尽くす。また、日本共産党にも属する。そのために、作品はなかなか書けない状態が続いた。1934年の作家同盟の解散は、図らずも彼に創作に集中できる状況を作り出した。1936年に、武田林太郎の主催する、 人民文庫の名義人兼編集人となり、創作に邁進するが、肺結核との闘病が始まる。彼の作品は、出身の北海道や少年期を過ごしたカラフトでの生活に取材したもの、東京での教員生活に取材したもの、という大きく分けて二つの系列がある。彼が作家として評価されるに至った、白い壁は教員生活に取材したものだが、その後は、 北海道の歴史に取材したものに力を発揮した。長編、石狩は夏くや、石狩川によって、彼の作品は高く評価されたが、間もなく結核のために死去した。東別町の以下の場所に記念碑がある。文別市上諸骨町にたつ寺に墓がある。ありがとうございます。